ありがとうございます三浦千佐さ,さん現在視聴中ですって書いてありますあ、ぞしゅんさんこんにちはゆいやさんありがとうございます、えー、ここですねあありがとうございます今三浦さんがしてくださったようにみぞしゅんさんもあのコメントがリアルタイムで私見えますので質問とかあったらどんどんあの2チャンネルみたいなニコニコ動画みたいな感じで 書いいいててっくださいそしたらコミュニケーションが取れるようになってます。さあえっ、ー、とですねすごい大変な状況ですけどゆこさんお願いいしまますすありがとうございます大丈夫ですか皆さんお元気ですか <laughs> 大変な世の中になりました。でいろんなことを調べてですねあのこれは12年かかるなっていうふうに私はもう覚悟しましたので。 本当にそうなるとですね、メンタルの方がすごい心配です、皆さんの。なので、こういうコミュニティでですね、あの今までは普通にこうフェイスとフェイスでお会いしてたのを、オンラインの上でごく自然に交流できるようになったら、皆さんの健康も保てるんじゃないかなと思って、えー、こういう企画を立てました。で皆さんにご賛同いただいて、本当に感謝しております。素晴らしい方に。 あの集まっていただいて、私も本当に花粉ものだなと思います。ありがとうございます。はい、あこんにちはケサリンさん。ウェーブ送信できてるかな。ああいっぱいいいねありがとうございます。やよいさんハートが浮かびました。結構こうやってですね、あの喋るのは私一方通行なんですけど、コメント書いてもらったらどんどんですねこうやって会話が生まれますので。 結構楽しいですで下の方にですねいろいろ並んでると思うんですけどああちささんお誘いありがとうございますありがとうございます、えー、スタンプとかですねコメントで積極的に交流して使うのに慣れてください。で今日はですねいろんなことをお話ししたいんですけどまず第1弾ということで、あのー、皆さんが、えー、持ってらっしゃる素晴らしいコンテンツの中で ちゃいましたね。大丈夫かな？電波が悪いって電波が悪いって出ました。聞こえてますかね。はい、えー、なんか不具合があったら教えてくださいね。はいで、えー、今日はですね。手っ取り早く皆さんが素晴らしいコンテンツをお持ちでで、それはあの皆さんプロなのでですね。あんまりこう。こちらからボランティアしてください。ってすごく言いづらい面があるんですが。 えー、それでもですねその中であのご無理のない本当にご無理のない範囲で、えー、ここまでならいいよっていう部分がありましたらあの皆さんとの交流の場でですねどんどん出していただきたいんですよね。でそれをすることによってそこで信頼関係が生まれたら皆さんの、えー、お教室とかあの学校とか。 えー、お店とかですねホームページ YouTube チャンネル何でもいいのでそこでどんどん積極的につながっていってそして、えー、そこのその先であればここは無料なんですけどその先皆さんが、えー、ファンを作ってでそこであの来てくださった方には販売をされてもスクールをされても一切私はあのそれに関してはあのお任せしますのでどうぞ皆さんにとってもウィンウィンの 環境が作っていただけたらいいいなという,ふうに願ってますだから私たちはお互いに支え合うっていうのとプラスアルファで皆さんの、えー、アフターコロナのビジネスもですね今プツッと切れてしまうんじゃなくってオンラインにそれを上手に乗せていってそこで信頼関係を得てそして上手にあの新時代に移行していかれた方が本当に絶対いいと思うんですよね。 これが1年2年続くとしてあの完全にストップする方もこのままだと出てしまうと思うのでそうではなくてリアルな場でやってたことをちょっと方法を変えて、えー、オンラインに載せていくその中で皆さんが本当に好きなことを配信しながら、えー、お小遣いを得たり、えー、生活費を得たりするようにしていかないとこれから先の 世の中はですね回っていかないんじゃないかなと思いますコロナが終わっても全く同じ世界に戻れるとは私は思っていないので皆さんどうでしょうか変わると思いますなのでこれをあのポジティブにですね辛いこともいっぱいあると思いますけどここはちょっと歯を食いしばってで新しいことにチャレンジしてで乗り越えていただきたいなとみんなで一緒に乗り越えていただきたいなと思ってます はいそれではですね、えー「これ見れてますか?」聞こえてたらちょっとなんか聞こえてるよってコメントを載せていただいてもいいですかあいいねあ聞こえてますねよかったです。じゃあですねあのー、皆さん Facebook ライブをされたことのない方って「あ,ありがとうございます聞こえてます」って、えー、不安があるかなと思うので。 え簡単に、あのー、まとめてみましたで説明していきますのでちょっと必要なことメモを取りながらご覧になってください見れますかねであと、えー、でこれ写真も載せますね、えっと、そうですねコメント欄にこれ、あのー、画像を撮って載せますので皆さん見てくださいはい Zoom、えー、をされてる方とかですね、YouTube されてる方だったら、もうこの Facebook ライブはめちゃくちゃ簡単です。はい、鏡文字になってます？あ、そっか。じゃあちょっとあの鏡文字を鏡文字に戻して想像しながら見てください。えー、っと多分ですね、これは前後しかないと思うので、ちょっとそれじゃあそうか鏡文字になっちゃうんですね。 仕方ちょっとよくわからないけど多分ないないんじゃないかなちょっと待ってくださいよこれ,は別ですもん、ね、これだと見れますこれも反転してますか これで見れました。あ、じゃあこっち側ですね。わかりました。よし、じゃあちょっと離して、こんな感じで説明します。ちょっと変な感じです。えー、スマホが前にあって、奥にスケッチブックがある感じです。はい。えっ、ー、とですね、今回これ企画してるときにあの一つご意見をいただいたんですけど、あのー、聴覚障害をお持ちの方がいらっしゃるんですよね。 なので、このようにあの、まあ、スケッチブックでも紙でも何でもいいので皆さんがあの配信される時に要点だけちょっとあの文字で見せていただけるとあの障害をお持ちの方も見やすいかなと思いますのでよかったらそんな感じでですねやってみてください。 聴覚障害の方がおられますので、全て字幕をつけるのは大変だと思いますが、まあ、要点だけですね。こんな風に、今日これしますよとか、こう文字に見せてくださると、非常に助かります。いろんな方に楽しんでいただけると思います。さあ、それではですね、はい、またあのいろいろと参加していただいてありがとうございます。あゆみさん、ありがとうございます。ひろこさん、ありがとうございます。 で、はい、ではですねスマホバージョンなんですがフェイスブックライブのスマホでやるときはフェイスブックを普通皆さん投稿されてると思うんですけどこう画面の左側のこの辺ですね下の方にライブってありますライブ動画かな。ね、それでライブをパワ、あのーポイントを見ながらするといいと思います。 特にあのお料理とかですね喜ばれると思いますよ。パワポでレシピとかですねあの、ぜひぜひお願いします。こうやって紹介した後に、あとでこの資料をコメント欄に載せますよっていうシェアの仕方もいいと思います。はい、でですね、ライブっていうのを押せばあの簡単にできるんです。で、えー、共有範囲をその次に選びます。でこれはあの皆さんにシェアしたいので、 公開でなるべくお願いしますで、えー、自分のみとかも選べるんですけどちょっと自分で公開前に練習したいなとこっそり練習したいなと思う時は自分のみという共有範囲で、えー、ライブをやってみて自分でどんな見え方をするのか後でチェックして改良してそして本番は公開をしていただくという方法もいいかなと思います。 ここまでよろしいですか。でえー、その後にタップして「説明を追加」っていう文字がありますのでここをですねタップして説明を入れます。私が今日あの入れてたような短い文章でいいんですけど今日えこういう内容で配信しますよみたいなのをですね説明欄に追加します。で皆ささんが配信される時にその場で説明文考えてたら すごく大変なのであらかじめ用意しておいてでコピペでポットこの説明の追加のところに貼り付けてそして追加されると簡単に行きますそして、えー、ライブ公開説明までいったら最後にここですねこ,うこれスマホなんですけど、えー、スマホの こここにこの辺ですねライブ動画を開始するっていうのがありますのでそこをポンとタップする指先でポンってタップするとここにですねライブの横にはですね主催者さんからここ横に目のマークがあってちょっと書きましょうかここ目のマークがあってでここに10とかですね 今、えー、10人見てくれてますよとかあのわかるようになってます人数ですねそして、えー、ここですね始まるとここは消えますけど、えー、画面があってここにですね皆さんがこうコメント欄にチャットみたいに入れてくださったのをバーッと並ぶんです なので、えー、主催者さんはそれを読みながら、えー、参加者さんの質問に答えたりとかあのー、交流したり会話したりおしゃべりができるようになっておりますはいとっても簡単なのでですねもうこれだけですライ,ブライブをタップして公開をタップして説明はコピペで入れてそしてライブ動画を開始をタップしたら ライブがつくこれ確認してくださいライブがついたかどうかそうするとライブがもうスタートします自動的にスタートしますでですね配信中はスマホが手ぶれしないようにスマホの三脚とかスタンドで固定をしましょうで、えー、今お持ちの方はそれがいいと思うんですけれども今から買うとなるとですねもしかしたら手に入りにくいかもしれないです そういうのも今ですね。ズームとかすごく流行ってるので、結構品切れが多いんですね。で、そういう方はちょっとあのー、不便ではありますが、えー、このようなですね、わかります？洗濯バサミでこうやって挟んで立てるこうっていう方法もあります。で、えー、高さ調整はあのー、国語辞典とか百科辞典でこう上げ底してですね。 で、使うととパタンと倒れなくていいかなと思います。他にはですねこのようなクリップタイプの道具もありますしこのような、えー、スマホ用の三脚こういうのあるとですねもうこれだけで、えー、高さ調整ができたり角度とか自由自在に動かせます。あとですね、 えっとここあの実はお花の教室なのでちょっといろいろ置いてるんですけどこれこういう感じでですねアームがあるものもありますスマホスタンドそうです100均で売ってますよね今品切れせずに売ってますかね結構品切れしてるっていう話よく聞くんですけどまあこういうものあのこれはですね私のあれですよイーゼルですね絵を描く道具イーゼルに アームをつけたりして発信を配信することもあります。はい、こんな感じで、えー、まあブレないようにということですね。自由に工夫してください。何でもこの際あるものですね、お家にあるものを使ってもらえると特別にお金をかける必要もないかなと思います。はい、ゆっこさんありがとうございます。情報ですね。ゆっこさん視聴中ありがとうございます。はい。 でライブしますよねで、えー、視聴,聴覚障害者の方とかにはちょっとこういうふうに字幕先ほどあの言われてました、あのー、パワポとかも使われるといいでしょうね。はい、でちょっとですね <laughs> 絵描きなのにこの絵のクオリティがちょっとなんともって感じですけどこのまあライブ終わりました。 終わったらですね、こここライブついててるるでででしょ。で右下にですす。ね、終了ってあるんですこの「終了」をタップしますとこれが消えてでこういうふうにこのライブは終了しますそのまま投稿しますっていうのが出ます。でここですごく大事なことがあります。ライブはこれで成功なんですけどこれを、えー、残せるかどうかってもうこの瞬間だけにきあのかかってるので。 ここちょっとあの皆さんあの気をつけてくださいまずですね、えー、配信が終わったら右下の終了ボタンを押しますそしてその次あ見えるかなごめんなさいねこうですね配信が終わったら右下の終了ボタンここをタップしますそして共有は後で変更できますがまあとりあえずですね皆さんにシェアしていただきたいのでできれば公開ごめんなさいね接続が切れました 聞こえてますかね、えー、公開をタップしてここを選びますねここの自分のみを公開にしますそしてその下にですね3つ項目があります3つ項目ありますのでこれあの必要なものにチェックを入れるようになってますで、えー、絶対必要なのがタイムラインっていうの真ん中だと思いますタイムラインは絶対入れてください ストーリーっていうのはですね、えー、いつもフェイスブック開けた時に上の方に並んでるあれがストーリーっていうんですけどこれ24時間で切れますなのでこれはお任せしますあのそこにも載せたいということはチェックを入れてくださいいらない方はここ入れなくていいですで、えー、その下何ですかね HD でアップロードこれ,これは綺麗に保存するっていうことなのかな ちょっと詳しい方お願いします。まあ、とりあえず私は入れてます。下2つに私は入れております。はい。で、三、えー、項目の必要なものにチェックしたら、左下の保存を押してください。この保存を押すと、えー、皆さんですね、これをスマホに保存することができまして。 編集もできますしアプリ使ってですね編集もできるし YouTube に載せたりとかも多分できると思うんですよねそうすると皆さんあの無料配信とはいえそれが財産になりますのでそれを使って皆さんがまた新しい、えー、ビジネスなりお教室なりあの使っていけると思いますホームページに載せるのもいいと思います、はい なのででこの瞬間に押さないとですね保存できないんですよね Facebook ライブ。ここが要注意ですよろしいですか、えー、ここを終了した後シェアの前ですここ大事ですよ終了してここを選んで保存を必ず押さないとこれもう消えちゃいます、ね、で保存を入れてその後ここ注意です削除を間違えて押さないようにしてくださいね あどうぞ綾子先生大歓迎です,先生大歓迎ですありがとうございます。はい、で隣り合わせになってるので削除じゃなくてシェアの方ですよねシェアを必ず押していただけると、えー、皆さんにこの最後にですね、えー、その時間参加できなかったっていう方にも見ていただけるんです再放送を見ていただけます。なのでな,なるべくこのシェアはですね押しておいた方がいいと思います。 これれを押しし忘れるとででですすね本当にもうライブでその場限りで消えてままいます、えー、シェアをちゃんとしておくと後からでも皆さんが例えば朝の10時配信したものを、えー、お昼夜あの皆さんが空いてる時間にまた参加して見ていただけるという形になりますのでいろんな方にですねあの楽しんでいただけるかなと思います。 はい、では注意点を言いますよ注意点はまず、えー、ここですねここ公開にしてそしてタイムラインは絶対チェック入れてそしてできればこの「保存」は押しておいた方が皆さんの財産になるとそして削除を押してしまったらですねあ私これ勇気がなくて試したことがないです溝新さんちょっとやってみてください。 はいえー、削除を押さずに「シェア」を押すここ押さないあただですね、あのー、やってみてちょっと失敗したもう残したくないっていう時は削除もまあありですけどねでもこれは復元が多分できなかったと思いますはいここまで質問ありませんか もしご質問があったらですね、コメント欄に書いてください。私見ることができます。あ、深川さん、ありがとうございます。ウェーブを送信っていうのが出てくるんですよ。新しい方が参加してくださったらですね、えー、深川さんが視聴中ですって出て、ウェーブを送信っていう手のひらのマークがここに出ます。 なので、えー、気がついたらですね私の方からこうやって押すようにしております綾子先生に今ウェーブを送信しましたはい広子、えー、さん今スマホは縦ですよ縦にしておりますはい大丈夫ですかねご質問ないですか再放送できたらいいですよね そうですね携帯に保存できるということは容量を大きくしておいた方が良さそうですねってあの私もですね結構クラウドもいっぱいいっぱいなのであのこまめに消すようにしております。だ消す前にですねちゃんとあの編集をして YouTube の方に移してから消すようにスマホから消すようにしております。 はい、容量を大きい方が便利だと思いますもしも容量がなかったらこの時点でもしかすると容量がいっぱいで保存できませんというのが出てきてしまう可能性はありますであまりなたあの長時間だとですね、えー、難しいと思うので、まあ、そういう意味でも30分ぐらい以内休憩時間を入れるのであれば20分ぐらいで終わる感じのライブ放送がいいかなと思います はい。他に何かありませんかなるほど、えー、キャサリンさんいつの時点で皆さんが動画を見られますか最後のシェアをタップしてからですかえーとですねライブのライブのと、えー、そのリアルタイムにずっと見えますよ Facebook ライブはライブの最中も見れますそして えー、そ,そこで一旦終わるんですよねこのライブライブ終わってちょっとこの簡単な手続きをして「シェア」を押した時点で公開されるのでまあちょっとしたタイムラグありますけどほぼほぼすぐ公開されますのでそしたら再放送が誰でも見れるようになりますよろしいですか「マミさんありがとうございます」ウェーブを送ります。 でですね、まああのやりながら慣れていくのが一番いいと思いますでこのグループはですねあの失敗して笑うような人は誰一人おりませんので安心してくださいみんな優しくてですね何かあったら面白いねってわーって笑って終わるような感じですので全然その心配はないと思います失敗をバカにするような方はお一人にもおられませんので安心してくださいはい じゃあですね、えー、とこの後パソコンのこともちょっと触れたいんですが、えー、スマホだけではなくってパソコンから Facebook ライブもできます。ただこの場合はですね、ウェブカメラとマイクが必要になってきます。ノートパソコンは標準装備ですが、デスクトップタイプは後付けのものもきっとあると思うんですよね。ウェブカメラ、マイクが必要です。 で今ですね私ウェブカメラを実はあの私のパソコンはデスクトップなんですよねでノートパソコン壊れちゃったのでデスクトップしか使えなくってでこれ発注してるんですけど今あの在庫切れでですねどこもかなり時間がかかってるようですもう1ヶ月経ってるんですけどまだあのー 再入荷のめどがつかないというふうにメールが来ておりましたのでちょっとあの今からやるにはウェブカメラもしかしたら手に入りにくいかなって思います。はい、でパソコンもしですねカメラマイクついてるものでありましたら、えー、Facebook の投稿のところを開いて丸が3つ,つって,んて,んて,んてんあるんですよねパソコンだと。でそこをクリックしてもらったらバッとあの出てきます選べるとこ。 いくつもあのメニューがあるんですけどその中で「ライブ動画」をクリックしてもらってそして「ライブ配信を開始」をクリックしたらすぐスタートなのでまあパソコンも簡単ですただし注意したいのはパソコンの場合は保存ができないんですこれちょっと損でしょ保存したいですよね多分 YouTube とか載せたい人多いんじゃないかなと思うんですけどその場合はスマホの方が 保ただですねえっとまあ、私まだ使ってないんですが無料ツールの OBS っていうのがありましてこれをインストールすればあの保存も可能だと書いてありましたでこれを使うとですねプロっぽいズームみたいな感じであのいくつかのシーンを合成したりとか切り替えたりとか、あのー、スマホみたいに保存ができたりとかも あるそうなのでまあ、OBS を入れれば、えー、パソコンの Facebook ライブ配信もありなのかなと思いますよろしいですかはいここまでご質問はありませんでしょうか私はあのパソコンの Facebook ライブはまだしたことないんですけど、まあ、これはちょっと調べた内容です何かあったらですねコメント欄にお願いします タブレットは使えますか？はい、タブレット使えますよ。タブレットはどっちになるんでしょうね。タブレットはパソコンに近いんでしょうか？保存ができるかどうかがちょっとわからないです。はい、あ、大丈夫、はいですね。あ、山崎さん、ありがとうございます。ウェーブ送ります。はい、ではここまでで一応フェイスブックライブできましたが。 あの説明がありましたがどうですかねなんかできそうでしょそして皆さんが今日あの参加していただいたこれが「f a c e b o o k イブに参加するっていう状態なんですはいキャサリンさんタブレットは多分携帯電話と似ていると思いますキャサリンさん詳しいですねありがとうございますはいタブレットはは携帯電話ととと似ているといるうことは 保存は可能かもしれないですね。ちょっとお試しになってください。スマホを持っている人がパソコンでやるメリットはありますかそうですね。あんまり私は感じないです。私はスマホがいいかなと。どこででもできるからですね。お、さすが深川さん。こういう手もありますよって。うーん。あ、リンクしか見れないんですけど、これ何が書いてあるのかな。 スマートフォンでの使い方でしょうかはい、じゃあちょっと後でこれリンクさっき見せていただきますね深川さんはですね本当にあのすごいお詳しいのでですねえっ、ー、とオンライン関係機械関係すごくお詳しいので何かわからないことがあったらですねあのすごく頼りになる。 お方ですよ。皆さん仲良くしといてください。<laughs> で、あの今回のですね。オンライン配信でもメニューをですね。えっ、ー、とメニューというか、カレンダーというか、あの何月何日に誰々が放送します。よっていうえっ、ー、とタイムテーブルも作っていただいてます。本当にあの積極的にですね。献身的にお手伝いくださってて、あの頭が下がります。深川さん、ありがとうございます。 三浦さん、分かりやすかったです。ありがとうございます。嬉しいです。だいたいこのぐらいでですね、25分なんですよ。割といいボリュームだと思われませんか5時で始まって、まあ5時25分です、今。25分でこれだけのお話ができます。なので大抵のことはですね、30分でできると思いますし、あと1時間ぐらい欲しいなっていう方もおられたので、その場合はですね、 えと別の日に1週間に1回とかは何も決めてないので、まあ、月曜日と金曜日に配信するとかですねお好きなようにされたらいいと思いますし、まあ、続けてした方がいい内容であれば2コマ取られるのもありかなと思いますただその場合ですねあの結構ライブ疲れると思うんですねずっと見てるのは。なので途中休憩は入れてあげてください。 トイレ休憩とかですね。あのお茶どうぞみたいな感じでですね。お茶は飲めるのかな？参加しながらでも飲めますね。はいえー、っとあゆみさん、パソコンで撮った場合は一旦完了した後に保存ができます。あそうなんですね。進化したのかな？ありがとうございます。皆さんあのちょっとご紹介させていただきたいんですけれども、えー、っとはい。 電波が途切れてごめんなさい。堀あゆみさんはですね、パソコンの先生ですよね。なのであのパソコンでわからないことがあったらあのぜひあゆみ先生のあの教室に参加されてください。いろんなことを教えていただけると思います。あゆみさんまたこれからもよろしくお願いします。いろいろお知恵を拝借させてください。キャサリンさん賛成です。声もすごく優しいし、あ。 ありがとうございます。嬉しいです。はいということでですね、ちょっとあの画面を戻します。はいいかがでしたか。今日はですね、あのー、ご参加いただいて本当にありがとうございます。あのー、嬉しいです。私一人でもやろうと思ってたんですけど、やっぱりですね、全然違うじゃないですか。一人で孤独に戦うのとね、こんな風にすごい素晴らしいお仲間さんと一緒にやれるの。 本当にあごめんなさい。涙がここ嬉しくて、あの皆さんと一緒にやれるのが本当にあのありがたいなと思っております。はい、これからもよろしくお願いします。涙出る前に切ります。<laughs> ありがとうございました。